い、こんにちは。日本改革党靴沢です。安志様、金井製雇われ店長様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。パリ五輪速報。フェンシング男子エペ団体、日本銀メダル獲得おめでとうございます。延長戦まで粘ったがハンガリーチームに惜しくも敗北したそうであります。3位銅メダル獲得はチェコチーム、金メダルはハンガリーチームと、いうことで、男子サッカー 3-0 でスペインに敗れ4強ならず。本戦出場したのが16チームで、で8強になったということですかね。出場16チームで唯一23歳以下のメンバーでまとめ、卑怯比率を排除して8強は立派であります。他のあのチームは一応あの23歳以下なっていう決まりがあるにもかかわらず、そうでないチームばっかり、日本以外はばっかりと。なお怪しいオフサイド判定で日本のゴールが取り消されたという誤審疑惑もあった模様であります。パリ五輪女子ボクシング66キロ級2回戦でイマネ・ケリフ、アルジェリア選手がアンジェラ・カリニ、イタリア選手に46秒棄権勝ちしたことを受け、次戦の準々決勝でケリフと当たるのはハンガリーのアンナ・ルカ・ハモリ選手なんですけれども、ハンガリーボクシング協会、性別適正検査を通らずに世界選手権から追放されたことがある選手を競技に出す決定を最高裁、運営に求めました。受け入れがたいしけしからんとして法的措置を模索中だそうであります。これね、あの性別適正検査不合格で優勝したのがなしになったことが あるみたいなんですよ、ケリフ選手ね。世論です。運営が絶望的にアホ。そらそうなるわ、バカじゃねえのこの組織、もうめちゃくちゃだな、みんな棄権してこの男が金メダル取るんですね。そりゃ戦いたくないよ、これ言う人は格闘技に出たらダメでは、こういう人は格闘技に出たらダメでは、明白な女性じゃないんだから除外して当然。男の部門に出ればいいだけだし、男の筋肉繊維と女性の筋肉繊維は違うからな。他の選手が全員ボイコットしたらいい。死亡事故が起きてもポリコレ連中は目が覚めないと。自国選手をボコボコにされてですね、公平でないって抗議したメローニ首相に対して、パリ五輪運営、全ての人は差別なくスポーツをする権利がある。はぁ、はぁって、それ相手いない場合だけだろ。例えばマラソンとかね、その辺走ってるスポーツだったらいいけどさ、誹謗中傷の被害者とか言ってるみたいなんですよ、この性別不明の選手をね。全く意味わかんないですよね。メローニ首相が言ってるのは差別じゃなくて区別なのにね、選手の安全を心配するハンガリーチームの抗議ももっともですよ。死亡事故が起きてからでは遅いもの。もしも死亡事故が起きてもですね、頭を空いてるパリ五輪運営は俺は悪くないって言って責任取りそうもないですもんね。この選手、東京五輪では普通に出場して普通に敗退したらしいんですけど、検査はですね、女性ホルモンを投薬してすり抜けたっていう噂あります。4年前より強くなったんで各国とも放置できんってなったんですかね。全員棄権して棄権組で王者を決めればって意見が多かったであります。他が全員棄権してですね、不戦勝で金メダル取ってもですね、表彰台に銀も金銅もいなくて、ポツンとぼっちの絵面だったら大恥だもんね。で棄権した組で勝敗決めて別にメダルあげればいいって、意見がありました。まあアルジェリアも本人もそれを恥とも何とも思わないかもしれないですけどね、表彰台に自分が一人ポツーンって、我々とは価値観も感性も違いすぎて話にならないですね。これを見てめた
出場を認めた頭を空いているパリ五輪運営とも、価値観も感性も違いすぎて話にならないもんね。こんだけ女性の権利が蹂躙されてんのによ、女性が踏みにじられてんのによ、日本のフェミどもはだんまり決め込んでますね。日本のフェミどもはパヨで、イコールパヨですから社会を破壊したい方だから、こういうカオスは歓迎なんでしょうね。10回オートする選手も発生したドブ川トライアスロン、ありえないものが浮いているのを見たと話す選手も、ありえないものってなんで、世界トライアスロン連合、どこ何者、競技後に検査した結果、セーヌ川の水質は非常に良いと発表し非難豪豪。セーヌの水を飲みすぎて頭がおかしくなったんだろう。各国はすでに帰国した選手の治療に向け準備完了したというコメントで溢れておりました。世論です。非常に良い、かっこ数値は出さない、発表したやつが飲んで安全性アピールしたらええねん。確実にトライアスロン人口が減りそう。選手も泣きながら泳ぐんだろうな。画面越しでも見りゃわかるレベルで汚かったが、検査結果の具体的数値を出さない時点でお察し、大会実行委員が全員泳いでみろ、あの色で水質が良いは無理があるよ、数値出さないで水質は非常に良いとか言ってるみたいですけど、ドブにしては非常に良いっていうオチですかね。世界トライアスロン連合がどんな組織か知らないんですけど、少なくともですね、あのパリ五輪運営に逆らえない組織っていうのは確かですね。こうやってあのバカを甘やかすからますます狂っていくんでしょうね、運営は。反省してくれ。大会に先立ってフランス政府2400億円かけてセーヌの浄化作戦を実施したそうなんですよ。でもあの結果はこれ通りじゃん、全然効果なかったってことだよね。特定の企業に金流すだけの事業だったんでしょうね。2400億円置いてるから本当のこと言ったらまずい連中もかなりいるんじゃないでしょうか。命の危険があったりする連中もいるんじゃないでしょうか。じゃあコップ一杯でいいから飲んでみろよって意見が面白かったであります。世界中で IQ テストを実施しているフィンランドのウィクトコムが世界知能指数ランキング2024年度版を発表しておりました。1位日本 112.30、2位ハンガリー 111.32、 あ、抗議したのもハンガリーでしたね。ハンガリー頭いいんだな。3位台湾 111.19、 4位イタリア 110.82、 さすがローマ作ったとこですね。なんかナンパばっかして時間にルーズで、知能指数が高いとは思えないですけど、さすがあのコロッセオ作れただけのことはあるな。5位韓国 110.80 など、世界平均は 99.62 でした。100じゃねえのかって思うんですけど、IQ の平均は100にすべきじゃねえのっていう話なんですけど、世論です。日本側のパヨイライラ、パヨのせいで平均下がってんのが問題、パヨ怒りの顔面キムチレッド、なんか唐突にハンガリー日本人が優秀だとイライラするパヨ、パリ五輪の開会式見たらそう思えてきた。ごちゃん見てると結果が信じられないごちゃんバカバカですもんね。パヨはなぜか漢字が読めない、フランス見てみあの手たらくだから。エンドユリコ音頭を楽しく踊れる人たちが IQ 高いわけないわな。日本が高いっていうより外国が引きすぎんだろ。ピンクの上りの人たちが足を引っ張ってるよね。連邦応援団のことですねこれね。バカパイがいなければもっと上がってたっていうあの意見が多かったであります。そういえばですね、あの国葬植えメロであるとかサトシヨシデっていうのもありましたよね。ごちゃんにはですね、あの誤解曲解勘違いが溢れてるんで、日本人があの世界一知的とは思えないですけど、まああくまで平均って話ですかね。すっごいバカいっぱいいますからね、ネットにはね。ネットにはですね、あの何食ったらそんなにバカになるのって思うバカが多数存在します。そういうのに限ってですね、あの一日中書き込んでるから、まあ、あの声がでかいっていうか暇で羨ましいですね。パヨどもはこのニュースで
発狂しなくていいっすね。あの日本人の順位なんでこれ、パヨの人らは関係ないっすもんね。韓国が意外と順位が上だったのが、超学歴社会でテスト慣れしてんのと、韓国9位ぐらいだったんですよ。0.6 だか 0.7 の超少子化で遺伝子の選別が進んでる結果ですかね。夫婦2人がかりで子供 0.7 人っていうことだから、単純にあの数が3分の1になってるわけで、それだけ慎重に慎重にですね、遺伝子を選別してるんでしょう。だからいいのかなって気がしますけれども、岡田斗司夫さんによればですね、農業の歴史があの長い国ほど知能指数テスト高い点数が出る傾向があるんですよ。だからあの農業がの歴史が浅いですね、ブラジルとかアフリカとかは低く出るらしいんですよね。日本はあの区分田の時代から農業やってますんで高く出るのかな。アメリカもほらあの建国してさ、インディアンが住んでるの300年ぐらい前からでしょ。あそこで農業始まったのがさ、その前はあのインディアンで、まああのアメリカはですね、いろんな国から移民入れてますんで、アメリカ人っていうのはそういう人種はいないんだろうなきっとな。防弾メガネ、全国35カ所の国立公園に高級リゾートホテルを誘致する。1951年設立の公益財団法人日本自然保護協会さん、やめろ、意見書提出。日光国立公園や富士箱根伊豆国立公園はすでにホテルがある。尾瀬国立公園、南アルプス国立公園、小笠原国立公園などは環境に配慮した山小屋が運営されているが、観光客向けではなく登山客の休憩所である。ホテル建てれば守るべき景観も変化する。荒れてる山道の整備などが先では、自然環境はタダで利用できるものではないことを首相に理解していただきたいと、いうようなことを言っておりました。よろです。全くもってその通り。増税メガネ、正論でフルボッコ。全国35カ所をニセコ化するつもりか。まずは観光郊外をなくすことやれよ。普段はこういうこと根回ししてから発表するもんなんじゃないの。自然景観が人の手で維持されていることを岸田は知らないんだろうな。アメリカの国立公園とか規制が本当に厳しいと。記事から分かることはですね、あの自然保護協会さんはホテル反対じゃなくてですね、全てのはおかしい、場所によってはホテル建設に向き不向きがあるってして意見書提出したみたいなんですけれども、登山のつもりで行かないと危ないような国立公園を岸田はですね、物見湯さん気分で行けるように改造しろって話でしょこれ。尾瀬なんか板渡して徒歩でしか見物できないような場所もあるもんね。そうするとですね、物見湯さん気分で、全ての公園をっていうと山切り開いて舗装道路とかね、整備しなくちゃいけなくなるしで、自然破壊そのものですよ。岸田政権って日本人の平均知能下げてないかな。今日の単身です。秘書給与詐欺疑惑で、家宅捜索され自民党を離党した広瀬めぐみ参議、第一秘書の妻を第二秘書として届け、その給与を夫の第一秘書から吸い上げてた、差し出させていた、みたいであります。被害総額は300数十万円程度と見られているそうなんですけれども、第一秘書広瀬議員の指示で妻の給与を渡すしかなかった。召し上げられてた、奪われていた。第一秘書さんがですね、クビにすると脅されて、証言すれば公金詐欺だけではなくですね、第一秘書に対する恐喝にもなっちゃいますねこれね。悪質な事件だな。第二秘書は勤務実態がなかったそうで、第一秘書の奥さんね、だったら仕事ねえってことじゃん、なんで届け出たのかな。公設秘書設置っていうのは別に強制じゃないですよね。第二秘書まで置かなくてはいけないっていうことではないですよね。恐喝ってなったら議員辞職どころかよ、弁護士資格も剥奪されちゃうかもね。破産と禁錮刑は
あの除名になっちゃうって弁護士会、そうするとあの弁護士の仕事いなくなって、いう話なんですよ。 JR 四国さん、採算が取れないんで、予算線と土産線の各駅停車の本数を1日33本から16本に減らします。まあ人口減ってるからしゃあないですね、これね。人口と需要に合わせた本数や企業数に調整してる過程なんでしょうね。地方は高校生があの通学で乗るぐらいでね、卒業すると車ばっかで電車乗りませんもん。私だってあの高校卒業したらもう10年電車なんか乗ってねえなっていう、はっと気づくとね、という地方民の生活してましたもん。特殊詐欺の手伝いをしたが報酬を受け取れなかった、これってもしかして詐欺なんですかねと警察に相談した岐阜市の無職村上誠一41歳を逮捕。こういうやつが、こういうバカが詐欺の使い捨てになってんでしょうね。元締めに行き着く、手繰り寄せられる、たどれるといいですね。札幌市の公園で遊んでいた小学6年生の女子3名を無理やり連れ回した自称電子書類書籍作家、自称小説家ってやつか、庭勇気41歳逮捕。何一つとして事実と同じものはない。なんていうの、少し小難しい言葉使って容疑を否認してるみたいですけど、偶然でしょうけど、ここでも41歳がバカやってますね。なんかあのバカをやりにたくなるようなお年頃なんでしょうかね。共産党キラヨシコ、共産主義は自由がないというイメージがあるかもしれないですが、日本共産党が目指す共産主義は人間が徹底的に自由になることです。でも代表選挙を提案したベテラン党員問答無用で除名してましたよね。党の指示で選挙違反しまくってるよね。民主集中制って独裁のことですよね。あとあの古今東西の共産主義国家、全部全部全部一つの例外もなく独裁ですよね。多様性の統一っていうのは党の認めた価値観しか認めないってことですよね。地方議員は給料全額没収されて、その中から生活費渡されるって聞いたけど、これでも自由なんですかね。結論、共産党に耳を貸すな。使ってる日本語が違います。共産党の、に耳を貸すとですね、耳が腐って、脳がおかしくなりますんで、耳貸さない方がいいです。イタリアで放映されてた釣り吉三平のアニメの影響で、三平という名前のですね、釣り具店や釣りサークルや釣りブロガーが多く見られるそうであります。記事の釣り具店、写真出てましたけれども、アニメの三平の絵をですね、そのまんま看板にしちゃってんすけど、著作権的にアウトでしょうね、これね。黙って無断でやってんだろうな、これね。釣りが趣味の人は、イタリア人には、俺は三平って言うと、あ、釣りが趣味なのねって通じるかもしれません。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。